さ、このカードのマークを当ててみて。威張る猫かな。あ、二人とも来てくれたんだ。旅人、バイモン。こんにちは。おお、フレミでもだいぶ良くなったみたいだな。うん、みんなのおかげで。その、僕、勇気を出してクロリンデさんにお礼を言ったよ。おお、あいつどんな反応してた？その、大丈夫って言われた。人を助けるの、あんまり大したことだと思ってないみたい。何か恩返しをしようとも思ったけど、お返しはいらないって。フレミネに余計な気を使わせたくないんだと思う。そんなに気にする必要はないわ。そっか。そうだ、オイラたち歌劇場に行ったんだけど、そこで召使いに会ったぞ。お父様に何か言われた？意味深なことを言われたな。いずれ共に手を組む日が来るはずだって。お父様の君たちに対する態度は僕たちが予想してたものよりも友好的だったみたいだね。よかった、旅人。お父様を信じてほしい。お父様にはお父様なりの責務がある。必要な時が訪れれば惜しみなく力を貸してくれるから。その中にはもちろん君も含まれてるはずだ。うん、お父様はとてもすごいお方だから信頼して。あ、そういえば召使いがリネのことを強がりだって言ってたぞ。他の者に頼ることをもっと学んでほしいってさ。その通りだね。うん、お父様が言いそうなこと。ちょっと、しばらくここに残るの？多分そうなると思うぞ。よかった、一緒にお茶会ができる。お、いいな。じゃあオイラケーキをもっと食べたいぞ。もっとってことは上でも美味しいケーキを食べてきたんだ。そう、よかったね。次は私たちと一緒にお茶を味わいながらデザートを食べましょう。君たち、どうして戻ってきたんだ？カスタ、ラベリエンヌ。おいおい、まさかまた捕まったわけじゃないよな。え、そういうわけじゃないけど。くそ、あの騒ぎに乗じて逃げたかと思ったのに。数少ない脱獄者の一人かと思ってたが、まさかそもそも逃げてなかったのか？あはは、悪いな、オイラたちちょっと用事があって。まあまあ、そんなことより無事で何よりだ。こいつな、ずっと二人のことを心配してたんだぞ。僕だけじゃないだろ、君だって同じだったじゃないか。そうだな、ここ数日厨房の手伝いを俺もしてるんだ。さっきクストと一緒に働いてた時、こいつ人参相手にブツブツ言っててな。あのピカリ大丈夫なのか、まだ生きてるよなってさ。そういう時はいつも大丈夫だ、きっとどこかで何か飲みながら景色でも堪能してるに違いないって返事してやってる。ふん、同じ監獄で過ごしてるんだ、気にかけてやるのは別に普通のことだろ。それにこいつら僕の話を聞くのが大好きだったしな。この二人、思ったよりずっと親切で面倒見がいいんだな。二人とも今度たらふく食いに来てくれよ。
でとう、パイモンちゃん。戻ったのね。大丈夫？怪我してない？うん、ピンピンしてるぞ。お前たちは？あれだけ大騒ぎだったんだから、どこもかしこもめちゃくちゃになってるだろう。大きな問題はなかったか？怪我をした人が少しいるけど、全体的に見ると大したことはないのよ。ヌビレットさんがここに来てくれたおかげね。一時的にだけど危機を抑えることができたみたい。君たちも助けてくれてありがとう。でもヌビレットのやつ、なんで自分の力が必要だって分かったんだ？ヌビレットさんは水元素と強く共鳴できるから、増水した海から巨大な波紋を感じ取ったんだと思う。囚人たちの手当てをしてた時、あのボムブラザーズから聞いたんだけど、危険も顧みずに下層部へ走っていたんだって。こうして君たちが無事なのを確認できて、ようやく一安心できそう。もし急いでなかったら、ここに泊まっていてちょうだい。何か食べたいものがあればいつでもうちに行ってね。ウォルジーさんに用意するよう頼んであげる。それと疲れてたら医務室を使って自由に休んでくれていいから。ちょうどうちも君たちの顔の筋肉をもっと観察したかったの。君たちの楽しそうな笑顔ってとても魅力的で、すごく素敵なのよ。うちそれをもっと見ていたくって。ジュリエ、看護師長から聞いたけど、お昼ご飯を食べてないんですって？ん？ああ、仕事が忙しくてうっかり忘れてた。もう、いくら忙しいからって。あれ？あなたたち！ジュリエ、ルール B、無事だったか？なあ、ここ最近はかなりバタバタしてるけどね。君たちは大丈夫だった？お前たちは？まだ医務室の秘密通路の先にあるあの巨大な船の研究をしてるのか？ええ、でもこの秘密を知っているのは私たちだけですから、絶対に他言無用ですよ。医務室が混んでる時はとても面倒だが、まあそれでも公爵の執務室を通るよりマシさ。あなたがよく医務室でサボっているのも事実ですけどね。君だってしょっちゅういるだろ。お前たち船作りなんか口実で、本当は一緒にいたいだけなんじゃないのか？ありえない。シャバに出た囚人がまた戻ってくるとはな。どういう風の吹き回しだ？メロピデ要塞の状況を確認しに来たんだ。大丈夫そうか？大した問題はない。ヌビレットさんが厄介な問題をいくつか解決してくれた。そんなにすごいんなら、あいつにここに残ってもらうよう説得すればよかったんじゃないか？ほう、そいつはナイスアイディアだな。一つの水たまりのために法廷全体を捨てるよう、最高審判官を一緒に説得しようじゃないか。慌ただしく降りてきた挙句、お茶を一口も飲まずに帰っていった。まあ看護師長からのプレゼントだけは受け取ったみたいだが。本当に忙しいんだな。それとクロリンデさんも帰った。同様に看護師長のプレゼントを持ってな。プレゼントってミルクセーキか？ヌビレットさんのはそうだ、クロリンデさんに渡してたのはリップクリームだったな。え？ずいぶん違うんだな。クロリンデさんはヌビレットさんほど忙しくない上に、
健康を維持できてるのが理由だろう。それに看護師長はレディーに美容品をプレゼントするのが好きだしな。そうだ、あんたらへのプレゼントもある。看護師長からか？いや、俺からだ。メロピデ要塞での仕事を終えたからにはいつでも水の上に戻れる。だがあんたらが使ってたあの牢屋はケーキが終わるまで好きに使ってくれて構わない。本当にいいのか？じゃあまだまだ住んでもいいってことだよな。ああ、あんたらには食堂を無料で開放しよう。ひひ、やったぜ。ケーキが終わる日になったら俺のところまで手続きしに来るのを忘れるなよ。はもう囚人じゃないし、気分もちょっと違ってくるよな。そうだな。でも実際のところオイラたちってそもそも悪いことしてないし、いつだって胸を張っていいと思うぞ。はい、なんでわかったんだ？そんなことないぞ。ふん、オイラが言いたいのはな、オイラたち二人って実は結構すごいんじゃないかってことだ。ほら、オイラたちって一緒にたくさんの場所を旅していろんな奴らと知り合ってきただろ。旅の中でどんどん新しい友達を増やしながらな。それにこの世界には数えきれないほど問題があるのに、オイラたちはたった二人でそういうのをずっと解決してきた。これってオイラもカウントしてくれるのか？冒険者はお前だけだろ。じゃあ今度キャサリンに会ったらオイラも冒険の証をもらわないとだな。ひひ、冒険者パイモンだじゃい。考えるだけで嬉しくなってきたぞ。じゃあオイラは寝るからお前も早く寝ろよ。前にここで寝た時は目が覚めたら外が大騒ぎになってたんだよな。大海の水が上がってくるなんて正直かなり怖かったぞ。今回はさすがになんもないよな。あう、じゃあおやすみ。